く隅から隅まで。この番組では三田市内にある20の小学校にお伺いし、児童の皆さんに学校や校区の紹介をしてもらいます。今日は三田小学校です。まずは三田小学校の校歌からお送りします。今日の校区隅から隅までは三田小学校です。続いて三田小学校計画委員会6年生の皆さんの登場です。三田小学校計画委員会6年生の皆さんに集まってもらいました。計画委員会の皆さん、こんにちは。こんにちは。さあ、元気いっぱいの挨拶をもらいましたので、皆さんから自己紹介してもらいたいと思います。お願いします。計画委員会委員長の柳本智樹です。計画委員会副委員長の福井理です。計画委員会ノート記録の吉岡有です。計画委員ノート記録の中西光太です。計画委員の黒板記録の西上志乃です。計画委員の黒板記録の青木心です。計画委員会の皆さん、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、では早速お話を聞いていきたいと思います。まず副委員長の福井さん、三田小学校では毎年児童会の目標が決まっているということなんですが、今年の目標は何ですか？今年は優しい愛情募金になりました。優しい愛情募金という目標ですね。どうやって決めたんですか？三田小学校の学年でクラスごとに意見を出してもらって、みんなで集まって考え出しました。この目標でどんな学校にしていきたいですか？三田小学校のみんなが友達に愛情を優しく募金できるような学校にしていきたいです。はい、ありがとうございます。では続いて青木さん、5月28日が運動会だったと聞いています。運動会では応援グッズを作ったそうなんですけれども、どんなものを作ったんですか？ストローの笛を作りました。はい、ストローの笛を作ったということですが、どんな工夫があったんですか？ストローの笛が鳴るまでテープを貼るところを工夫しました。うまくできましたか？はい、はい、ありがとうございます。さあ、では運動会のお話続いて聞いていきたいと思います。委員長の柳本さん、運動会準備も大変だったと思いますが、どんな準備されたんですか？前日の日に5、6年生で
児童が入るテント建てと各委員会に分かれて全校生が気持ちよく演技できるように打ち合わせをしたり、開閉会式の練習をしました。また20分休みや昼休みも削って、委員運動会になるように頑張りました。はい、とってもたくさんのことがあったようですけど、中でも大変だったことは何ですか？前日の日に準備をした時の暑さや、また20分休みや昼休みは、通常は休めたり遊べたりするのですが、そこも練習時間に使ったので大変でした。はい、でもその頑張りがあったからきっとね、いい運動会になったと思います。さあ、運動会の内容についても聞いていきたいと思いますが、吉岡さん、運動会6年生リレーに出られたということなんですけれども、どれぐらいの距離、何人で走ったんですか？80メートルの距離を、6人から7人のチームで走りました。はい、1人80メートルということですね。はい、どんな気持ちで挑みましたか？小学校生活最後のリレー、6年生の学年目標は心なので、全員の熱い心をこもったバトンをしっかり握りしめて悔いのないように全力で走り切りました。はい、わかりました。ありがとうございます。では西上さん、計画委員会として運動会の開閉会式もされたということなんですけれども、西上さんはどんなことをされたんですか？私は閉会式の司会を担当しました。閉会式の司会を担当したということで、してみていかがでしたか？その練習の時に先生や友達にもらったアドバイスの、大きな声で言うことやゆっくりということなどに心がけて、練習しました。はい、本番どうでしたか？本番は、その大きな声で言うことやゆっくりと、言うことなどがしっかり、発揮できてよかったです。はい、ありがとうございます。さあ、では最後、中西さん、6年生といえば運動会組体操ですね。はい、組体操はどんな技があったんですか？みんなでする技です。小さい花という技やクラスでするリフトやドラゴンタワーなど力を合わせてする技をたくさん練習しました。はい、なかなか名前もかっこいい名前がついていますけど、難しい技ですか？はい、はい、してみてどうでしたか？下にいる人は、上のことを信じて、上にいる人は下の人を信じて、いるなと思いました。ありがとうございます。三田小学校計画委員会の皆さん、今日はありがとうございました。最後にでは一言お願いします。優しい愛情募金、頑張るぞ。おー、今日の校区隅から隅までは三田小学校でした。計画委員会6年生6名の皆さんにお話を伺いました。校区隅から隅まで、この番組は毎月第1、第3、第5土曜日の10時45分頃から放送しています。再放送は翌日曜日の夜7時からと、月曜日のお昼12時45分頃から行っています。次回の放送は6月18日土曜日、愛小学校の登場です。次回もどうぞお楽しみに。